予報センターから海外の天気についてお伝えしていきます。イギリスにはアシュレイと名前が付けられた非常に発達した低気圧が接近しています。衛星画像をご覧ください。大西洋から進んできた雲の渦巻き、イギリスに接近しているといった状況が見て取れます。今ご覧いただいているのは24時間の衛星画像なんですけども、中心近辺が台風のような形で渦がはっきりと見えています。風の状況を見ていきたいと思います。風は非常に強くなっています。20時現在のものになるわけですけども、イギリス、アイルランドですね、この辺にこう強い風を吹かせているわけなんですが、実際に観測された風、瞬間的ですけども20メートルから25メートルというのがすでに観測されています。この後さらに発達しながら進んでいきまして、さらに強い風各地にもたらす可能性があります。今後の予想です。今ご覧いただいているのが21時の予想ということになるわけですけども、この天気図進めていきますと、21日、これ左上に出ているのは日本時間になります。21日にかけて低気圧が北の方にこう進むという形になっていきます。すでに強い風吹いているわけなんですけども、イギリスを中心にスカンジナビア半島、こちらの方まで猛烈な風を吹かせるといった状況になりそうです。この後もアシュレイ、名前がアシュレイというふうに低気圧ついていますけれども、このシーズン、こういった名前ネーミングがされた最初の低気圧ということになります。この後イギリスからスカンジナビア半島にかけて強い雨と風をもたらすことになりそうです。最新の情報をお伝えしました。詳しくはウェザーニュースアプリの方でもご確認できます。